長くて今前髪がほら、もう切りたいんだけどちょっと美容室行くタイミングがなくて、自分ではもう切らないって決めてるんですけど、ちょっとねごめんなさい。七三分けでいきます。64ぐらい、いや分かんない。え、なんかおでこ痛い、急に痛い、なんかチクチクする、なんだ針がぶっ刺さってる痛みす、痛みするんだけど、すごいここだけなんだろう。ということで今日その急遽配信をしようと思ったきっかけが、もう本当にもう私のちょっと気分なんですけど もうね、やりたくって、なんか伝えたくって、みんなの前で嬉しい気持ちを伝えたくて配信したい、今日絶対しようって急に思って、そう、嬉しいことっていうのが、その私本当にね、単純だからちょっと嬉しいことあるとすっごい嬉しくて、ちょっとかなんか嫌なことあるとすっごいテンション下がるんですけど、今日はそのすっごいテンション上がってるというか嬉しい日です。ですね、なんかこんな改まって言うとちょっと恥ずかしいんですけど、そんな改まっていうことではないんですけど、ハードルめっちゃ上がってる、わかる、なんか言いたくなくなってきたなんでこんなに溜めて言ったんだろうって感じですけど、今日オンライン個別おしゃべり会の13時受付、この前追加で発表されて11時から13時が発表されたんですけど、13時が今日終わってとりあえず発表されている申し込みは全て終了したんですけど、昨日ね12時受付中にショールーム配信して、朝おすすめの部っていうのをたくさん部ある中で、日数も部もある中でおすすめの部を決めようって、ね、ファンの方も結構みんな決めた方がいいんじゃないとか、決めてほしいとかね、いう声も結構あったから、そう、私もちょっと乗り遅れたけど、そう、昨日のタイミングでやったんですけど、ファンの方と話して、そしたらそのおすすめしてた部の2部、おすすめしてた部の中で2部完売が出たっぽいみたいな、なんかまだはっきりとはその分かってないけど、でも落選の報告が来たみたいなのをファンの方が結構言ってて、だからこれはもしかしてって思って、乾杯しよう、はい、乾杯、乾杯2リットルで乾杯。そう、本当になんかそのなんていうんだろう、昨日そのファンの方って決めて初めてメモにして、私字が本当に自分の字が嫌で今まで書いてこなかったんですけど、昨日書いてまとめてそれをツイッターとか登録とかで載せたら、そう、ファンの方ももちろん宣伝してくれたし、完売出るといいねって言って一緒に頑張ろうみたいな感じでみんな言ってくれたんですけど、そしたらなんともう次の日にその結果が出るっていう、目に見えた形で2部完売、最後なんていうの、ソールドアウトっていうのがはっきり見えないから、最後の受付だから13時受付はっきりとは分からないけど、でも皆さんがその経済を申し込んでくださって、皆さんが経済を済ませていただいたら多分大丈夫だと思うので、喜んでいいですよね、これはもう。だからなんかその完売が出たってこともびっくりしたっていうか、嬉しかったんですけど、なんかその完売が出たっていうことでファンの方がメールの返信とかでね報告してくれるんですよ、この日完売出たよみたいな。なんかその返信がさ、なんかさすっごい嬉しくてさ、なんか
なんて言うんだろう、その私が昨日メモ、ショールーム内でおすすめの部決めて、それに対してなんかファンの方がその完売をするためになんか宣伝とかしてくれ、メッセージとかくれるのも嬉しかったんだけど、その完売した後になんかその落選した人でも落選したってことは完売だ嬉しいみたいなことをなんか本当になんか自分のことのように喜んでくれてるのがなんか本当になんかさ嬉しくって、メールの返信見ててすごいなんか心が温まったっていうか、なんか胸が苦しくなった。え、恋かなこれ恋ではないんですけど、恋とは全然違うんですけど、なんか本当になんかねすごい嬉しくて、なんか嬉しい気持ちが込み上げてきて、ショールーム配信したいってなって今に至るんですけど恋かな、完全拒否。いや恋、恋なのかな、恋かもしれない。あ、恋しちゃった、恋しちゃったんだ多分、うん、気づいてないでしょってやつですかね。え、この歌ぴったりじゃん、この歌詞、手のひらが震えた。なんかメール、このチェリーっていう曲も、ゆいさんのチェリーっていう曲もメールの返信でなんかこう、なんかこう、なんて好きな人にメールの返信でこういう文送ったらなんかどう思われるだろうみたいな不安な気持ちを歌った歌じゃなかったっけ、この歌すっごいぴったり知ってますか、ゆいさんのチェリー。すっごい LINE になってるのに撮影中オフにしてなくてごめんなさい、さっきから。ということで本当に改めてその申し込んでくださった皆さんありがとうございます。そのなんか本当に数とかじゃなくて、申し込んだ申し込んでないもん関係なしに、やっぱファンの方の応援のメッセージってメールの返信とかツイッターとかインスタとか全部 SNS での、ね、ちょっとしたなんかメンバーへの、その嬉しいメッセージが本当になんて言うんだろう、メンバーの心のモチベーションっていうかになってるっていうかなってるんだなって改めて今日感じて嬉しくてショールームしました本当に急に思いつき。で前髪すごい嫌だ、なんかお姉みたい、お姉なんていうの、男で髪長い人みたい、わかる猫前髪綺麗すぎない、これ綺麗すぎてなんか気持ち悪いな、地産分けだ本当に。でもこうすると長くても目が見えない、読んでくれてるんだ、読んでるよもちろん、もう毎日メールの返信も欠かさず読んでるし、読んでるけどなんかメールの返信、メールによって、まあ、時間帯によって返信が少なかったりっていうのもあるんだけど、全体的に最近、まあ、SNS も全体的にそうだけど、 Twitter とかインスタとか、まあ、Twitter で言ったらコメントの数とかインスタで言ったらいいねの数とかすごいリアルな話するけど、メールの返信で言ったらその返信の数とかももうどんどん減ってってるんですっていう悲しい現実があるんですけど、なんか最初の頃はもっとインスタもいいねあったなって思うし、ツイッターもまあだんだん減ってきたなって思うし気にしちゃうんです、そういうの意外と私。だからみんなもっとしてください、返信
返信とかコメントとかツイッターとか、だからそういうの見るの楽しいんですよね。やっぱり嬉しい、そういうので嬉しい言葉があると嬉しいし、嬉しくなるし、エゴさしててなんか嬉しいことあると、嬉しいこと書いてると嬉しい気持ちになるし。ぜひあのメール取ってくださってる方はあのみんな返信してほしいなっていうのと、インスタとかも多分さ、インスタってもうフォローしてる人の全部の、ツイッターもそうだけど全部のさ投稿がさあのホームにさバーって乗るじゃないですか。そしてたら多分そうなってたら多分フォローしてたとしても投稿見つけられないと思うんですよね。だからインスタとかツイッターとか見てる人って本当に好きでてかチェックしてくれてる人なんだなって思う。私実際あのインスタの投稿とか全部バーって見てないですもん。全然ツイートのタイムライン本当に流れるの早くて、確かに確かに、ツイッターはさフォローしてる人のリツイートのさ通知も来たりするじゃないですか。あれいる？なんかでも設定できたらいいのにね、なんかこういうのをタイムラインに表示するみたいな。タイムラインありすぎて私全然見えてない。でもそういうのチェックした方がいいですよね、自分でも。なんかでもフォローしてない人のリツイートも流れてきたりしません？急に駆使始めちゃってるけど、この駆使すごい気持ちいい。私こういう細い駆使よりこういう毛の生えた駆使が好きなんですよね。すっごいいきなり話変わるけど、この頭に触れられてる細い駆使ってなんかあんま頭に頭皮に触られてる感しないのが嫌で、この櫛が一番好き。痛くないよ全然。シャーベットピンク楽しみ。え、もう発売、え、発売まで18、19、20、21、20、発売まで、皆さんもう発売まであと5日ですよ。ドキ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 が暴れてる、君らしい。針が刺さってる感じは治った。え、実はねずっと痛い、ここ本当にピンポイントで、ここにあの裁縫用の針をぶっ刺されてる感じする。すごい、何なんだ、痒くはないんだけど痛い。君らしいシャーベットピンク。あ、レイニアのグラビア発売だね。そうですよ、レイニアのグラビアは発売のフラゲ日、フライングゲット日の21日ですね。リリースは22日なんですけど、その前日となっておりますので、21日にあのレイニアの BLT さんのグラビアで人盛り上がりして、それであの次の日シングルリリースっていうね、嬉しい日が2日連続続きます。え待ってゆなこ予約したらしいよ。本気、それめっちゃ面白いんだけど、ええゆなこガチ、それ言っちゃっていいの？もう本当に隠して、あの予約してたとかじゃなくて、あのファンの方が知ってるってことは言ってるってことだから、ゆなこ
ゆなこおもろい、嬉しいけどおもろい。ゆなこガチ勢、嬉しい、ゆなこ好きだわ。嬉しい、研究生みんな、レイヤーさんのグラビア楽しみですって言ってくれるのすごい可愛い、みんな可愛い、みんな嬉しい。ショールームで言ってた、あ、じゃあ私に伝わっても大丈夫なやつね。連絡もらってないよ。でもさすがに連絡できないか。予約しましたって。いやでも私からしたら嬉しいけど。おもろいな、ゆなこ。ちょっと皆さんもゆなこを見習って、もうメンバーが、同じメンバーが予約してくれてるぐらいですから、もう皆さん負けてられないですね。ぜひまだの方、セブンネットの方で購入するとセブンネット限定特典として私のポストカードがついてくるので、白い水着を着てます。清純な、清楚な、清楚ではないか。予約したよって、セブンネット予約、ポストカード付きは完売したでしょ。そうなの、雑誌、ネット用の雑誌が完売したっていうのは PLT さんのツイートで見た。ちょっと待って、予約終わっちゃった。私今日インスタのストーリーにあげたのですけど、その際にはもう予約終了してましたか？すっごいか細い絵が出た。してました。待って。ごめんなさい。それはごめんなさい。ただ宣伝しただけだった。画像を見せて、インスタのストーリー上げた時にはもうしてたんですね。ローソン、ローソンの予約が開始、セブンネット完売してるの、ちょっと見つからない、本当。嘘ではないか。ちょっと無駄にっていうか、あの投稿ストーリーを見て URL 飛んで買おうって思ってくれた方にすごく申し訳ない。すごい前髪が気持ち悪い。予約しといてよかった。追加再販ないのかなってこと。 BLT さんのさストーリーでさタグ付けしたんだけど、BLT のオフィシャルツイ、オフィシャルのインスタの公式のやつでさストーリー見てくれてたんだけど、足跡あったんだけど、もう終わってんだけどなって思って見られてたってことですかね。申し訳ない、 BLT さんにも。なんかこういうさ、なんか少年漫画で出てきそう、この前髪の人絶対いるでしょ、少年漫画で。なんかないですか、思いつく少年漫画。絶対このキャラクターいるって。少女漫画じゃなくて少年の方か、カードバトルとか そっち系かな。戦う系ですねこれは。ブリーチのルキア、ルキアって黒い髪のルキアってなんだっけ、懐かしい。ブリーチ、あそうだ、黒い髪のやつだ。いやブリーチのルキアはこうな一本だけでした。待って、今日俺じゃね。絶対それだ、今日から俺はだ。
え、今日から俺らの映画、え、今日から俺らのスペシャルやってますよね、そういえば。今日俺だわ、間違いない。引っ張ることが男のたった一つの勲章、投げたくなるようなじゃない。今やってますよね、私録画してるから明日見る、楽しみ、絶対面白いだろうな、笑いたい。テレビ今日から俺は見て、劇場版17日からですよね。え、今日だ、え、見に行きたい、見た人いる、もう今日、今日から俺は見たい。録画送って、録画は送れないよ、でも絶対面白いだろうな、見るべき。これは今やってるのか、今でもからでも間に合いますよ、予約 してください、ショールーム優先なので予約で。ドラマも見てない、でもあれ深夜にやってたんでしたっけ、あれ本当に大好きだったな、面白かった。泣きなくなるような、サイン書きどうですか。あ、それがですね、今日あのメールではあれ報告したっけ、あれ終わりましたと言ってないか、さっきホトログに書いただけだ、まだ上がってない。あの名前、お名前入りメンバープロデュース生写真、あの LINE ライブさんの特典の生写真なんですけど、なんと今日書き終えてもう提出もしてきました。パチ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 、うん、パチパチってそのパチパチ、やっと書き終えました、何枚も。ちなみにこれ間違えたやつたちなんですけど、めっちゃある。昨日ね、夜頑張って書いてて、で今日も朝から書いてて終わらせたんですけど、昨日の夜書いてる時しゃっくりが止まらなくてね、書いてる時にしゃっくりが止まらなくて、もうかこう書いて、うっってうっって、そう体が揺れるじゃないですか、その時にうっわっってずれちゃうっていうのをもう5回ぐらい繰り返して、あのめっちゃ紙無駄にしちゃった。生写真、これが失敗した生写真たちです。あの他のやつはもうあの提出したんですけど、めっちゃ失敗してる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚失敗しました。これはまあレアとして、あ、普通にこの書き間違いの失敗と、しゃっくりの失敗と、あとなんかあのリストがバーって送られてくるんですけど、名前のチラ見せ、私まだね、メンバー結構みんな見せてるけど、私まだ見せてないので、ちょっとまだ見せないでおきます、チラッとだけ。はい、終わりです。ちょっとまだ見せてないから、もうここまで来たらもう見せないでいこうと思います。で、チラすぎた、チラすぎた、同じ人の名前を書いて、あ、そう、同じ人の名前っていうか、そのリストがバーってきてて、本当に同じ名前の人がめちゃくちゃいるんですよ、多分多くて、同じ名字だけで同じ名字の人多分ね20人ぐらいいた気がする。名前も同じ人もいっぱいいたし、だからなんか例えば、ね、佐藤っていう方がいて、佐藤さんって方がいて、の5個先に佐藤さんがいた時とかに、この上の佐藤さんの次を書きたかったのに、こう書いてる間にまた画面を見た時に下の佐藤さんに行っちゃったりして、急に飛んじゃったりとか、その逆で急にあの昔の佐藤さんに戻っちゃったりとかで、そういうのもでも何回も何枚も失敗した。伝わります。せいじさんはあんま言っちゃうとあれだよね、でもせいじさんは名字はいなかったです、もちろんいたらもう親戚です。いなかったんですけど、名前ではあのいましたね。やっぱりさ、せいじってやっぱり男の方の名前
だったら別によく聞かないですか。でも名字の聖司は本当に聞いたことないですね。見たことない。そう、聖司、千原聖司さんとかもそうですし、芸能人で言ったら。そうだから、友達にいる？え、嘘だよ。それ友達にいるとしたら、それ私の親戚だって。親戚しか見たことないもん、聖司さん。聖司さんレアなんだよ。聖司だから、聖司はこの前も言ったんですけど、私のお兄ちゃんにかかってます。お兄ちゃんが子孫を残してくれなきゃ、聖司は絶滅します。なので、もう本当にお願いします、お兄ちゃん早く結婚してください。甥っ子姪っ子欲しい、可愛い。最近ちっちゃい子がさ、街で歩いててちっちゃい子いると、もう可愛くってさ、もう胸がキュンってするんだよね。多分年取ってきて、ちっちゃい子とかそのペットとかもそうだし、見るとなんかもう可愛い、抱っこしたいっていう気持ちで見ちゃう。最近、昔はそんなことなかったんだけどね。母性がちょっと溢れ出てきました、19歳になって。まだそう、まだ19なんですけど。いいな、末っ子姪っ子いる人。あのさ、ノエとさ、アイナの姪っ子ちゃんがさ、本当に可愛くてさ、羨ましい。私も欲しい。欲しいってなんか言い方あれだけど。あとはペットは欲しいなってずっと思ってるけど、一人暮らしだから飼えませんね、それは。今28分、早いな。え、さっき見た時15分とかだったんだけど、一回自分で消えて29。わあ、30分あっという間だ。あと1分なんですけど、でも今日はこうやってそのオンライン個別おしゃべり会についての嬉しい、みんなが一緒に喜んでくれてる、嬉しいっていうことを伝えたくて配信したので、満足です。できてよかったです。ちょっとずっと喋りすぎて喉乾いた。皆さん本当に改めてありがとうございます。また追加の受付があるかわからないんですけど、でもあってほしいなと思ってるんですけど、まだ多分撮ってないよって方もいると思うので、ぜひご検討ください。でも本当になんかね、昨日なんていうの、私がメモにまとめて、それでおすすめの部この日ですって言った日が、次の日にそれで完売が出て、それでファンの人も一緒に喜んでくれて、私も嬉しくてって、そういうのが本当に、そういう気持ちになれるのがすごく嬉しかった今日は。だからまたこの気持ちを一緒に味わいたいなって思うから、再販してください。再販してください、お願いします。まだいっぱい残ってます、お願いします。すごい一体感、そうね、一体感とか団結力を感じました。ということで、皆さん今日は配信終わりになってしまうんですけど、見てくださってありがとうございました。絶対するでしょ、そう思う。おめでとうございます、ありがとう。レイヤーの時代が来たぞ、レイニャーに会いたい、レイニャーも会いたい。ありがとうございました。おやすみなさい、またね。あ、このあと11時までにメールを送るので、あ、もばめの返信してください。皆さんぜひ撮ってくださってる方ちゃんと見てるので、よろしくお願いします。おやすみなさい、バイバイ。おやすみなさい、ありがとうございました。9時タイム、イエイ。